ダブルデッキはデッキを2機搭載した装置である。ツインデッキやデュアルデッキと称される場合もあり、一方、乗り物関係ではダブルデッカーと称されることも多い。オーディオビジュアルにおいては、一つの筐体に2台の録音、再生装置を搭載したものがこれにあたり、追加配線なしで同一メディア間のダビングが可能である。それぞれのデッキは左あるいは上から順に、 デッキ1と称される。レコーダーを2機搭載した機種では、同一ソースの2台同時録音、録画や、異なるソースを、それぞれのメディアへ、同時録音、録画できる機種も存在した。また、片方で録画、録音中に、もう片方で再生できる機種も存在した。ダブルデッキの中には、異なる規格のものを1機ずつ搭載したものもあり、 そうした機器では異なる規格のメディアへのダビングを想定したものも多かった。ただし、CD からコンパクトカセットへのダビング機能を備えた各1、デッキずつ、搭載の CD ラジカセや、CD から MD へのダビング機能を備えた各1、デッキずつ、搭載の CD、MD ミニコンポなどは、ダブルデッキとはみなさない。テープレコーダーを2機搭載し、 カセットからカセットへのダビングを可能とした。高速ダビング対応機種も数多く発売された。多くの製品では録音デッキは1機のみの搭載であったが、単体デッキやステレオセットでは2機とも録音可能な機種も存在した。そうしたダブル録音できる機器の場合デッキは独立式といった大変凝った構造になるわけだが、録音再生、再生と分かれる。 通常のラジカセでもそうした構造を持つ機種も存在していたが、ほとんどの場合1モーターで2機を受け持つ構造が一般的である。クラリオンが1977年に発売した MD-8080A が初出機種とされている。1980年代以後多くのメーカーからダブルカセットデッキが発売されたほか、1990年代に かけてのカセット全盛期には、ミニコンポや、ラジオカセットレコーダーにも広く搭載された。2000年代以降は、後発の MDCDR、RW デジタルオーディオプレイヤーに押され、日本メーカーにおける、新製品は TIAC を除き、発売されなくなっている。しかし、コンパクトカセット自体は現在でも根強い需要があり、特に、ダブルラジカセは、現在も一部販売されている。 アイワからは CSW7 という機種名でコンパクトカセットとマイクロカセットの組み合わせといった得意なダブルデッキが存在していた。松下電気産業からはナショナルブランドでラブコールトリプルカセット RXF333 なるプレイヤーを1機、レコーダーを2機搭載したラジカセも発売された。しかし当然のことながらやや高額商品となってしまい、 さらには、海賊版テープ作成が当時主流となりつつあった、高速ダビングと相まって短時間で大量にできるため、各方面からクレームが殺到して、短期間で販売終了となり、後継機がリリースされることもなかった。シャープはすでにザ、ザサーチャーというダブルラジカセをヒットさせていたが、後に、ツインカム W も発売された。これは、 カセット2巻分のヘッドやキャプスタン、リール、ピンチローラーを同軸上に収めたもので、カセットは縦に並べて挿入する。当初はフルロジック方式のみであったが、後に連価版としてメカニカル方式ノーマルポジション用カセットテープ専用の機種も発売された。ソニーからはウォークマンブランドでウォークマン WWMW800 なるプレイヤーを一機。 レコーダーを一機搭載したヘッドホンステレオも発売された。日立製作所からはダブルデッキの片方を取り外してヘッドホンステレオとして使えるパディスコ W1、パディスコ W2 が発売された。デジタルコンパクトカセットでは DCC デッキでコンパクトカセットでの録音は行えなかったため DCC デッキとコンパクトカセットデッキを一機ずつ。 搭載した機種もごく一部で見られた。WMD は1997年に、ケンウッドが発売した XM-7MD が、初出機種とされる。その後ソニー、日本ビクターパイオニア等からも発売された。MDLP 登場以前は、MD チェンジャーと組み合わせた製品も多く、MD チェンジャーを、ダブルで搭載した機種も存在した。また2機とも録音できる機種や、 高速 MD ダビングが可能な機種も存在した。また1999年にパイオニアが発売した MJR-99、WR では別売りのコンポ XRMX-99 と組み合わせることで2枚の CD を同時に2枚の MD に録音することが可能であった。こちらも主にビクターが安価なシリーズにも 積極的に搭載しそれなりのヒット商品にはなったが2000年代後半以降はデジタルオーディオプレイヤー等に押され2011年までに全てのメーカーが生産を終了した主にビデオカメラからのダビングを想定した機種が多かったソニーやビクターから DV と SVHS とのダブルデッキが発売されたほかソニーからは8ミリビデオと VHS のダブルデッキも 発売された。チューナーを2系統搭載し、8ミリ d v と VHS で2番組同時録画が可能な機種も一部存在した。またシントムからは、WVHS ビデオも発売された。当初は、コピーガード除去装置内蔵型であったが、法律で装置の販売を禁止されたため、それ以降は内蔵されることはなくなった。東芝にも WVHS があったが、 レコーダーを2機搭載ではなくうち1本は待機する方式でテープ残量を多めにしたり目的別に撮れるビデオだった。CD レコーダーでは再生用の CD プレイヤーと録音用の CD デッキを搭載している機種も多く見られた。この他、CD プレイヤーを2機搭載し簡易的なチェンジャーリミックス、複数 CD の同時再生が可能な機種も存在した。 ダブル DVD デッキは DVD カーナビゲーションの一部で見受けられ、ナビ用の地図 CD、DVD を抜き取らずに他の音楽 CD、DVD を挿入できるのが特徴であった。ダブルではないカーナビの場合は CD チェンジャーや CD、DVD ロムドライブ別体という方式も行っていた。またシャープからは CD。 DVD と BD のツインデッキしようとした BD レコーダーが発売されたことがある。ありがとうございます。